コジャムラトレイースは、オスマン帝国海軍のシリアク船長で提督。同じくムラトレイスと呼ばれた、オランダ人海賊、ヤンヤンスゾーン特別するために、大ムラトレイースとも呼ばれる。最も重要なバルバリア海賊の一人である。アルバニアもしくは、ロドス島で、アルバニア人の家に生まれ、幼い頃から、トゥルグットレイースの艦隊で経験を積み、PD レイースの遠征にも何度か帯同した。 1534年、ムラとレイースはバルバロスハイレッディンに従って、コンスタンティノープルへ赴き、スレーマン一世からオスマン艦隊の提督に任じられた。コンスタンティノープル滞在中、ムラとレイースは、金閣湾の造船所で戦艦の建造に携わった。1538年のプレベザの海戦では、ムラとレイースは、トゥルグット・レイース率いる、中央広報の翼で戦った。 ムラとレイースは、トゥルグット・レイースの初期の遠征のほとんどに従っている。1538年9月25日から26日、彼は、アンドレア・ドーリア率いる新生ローマ帝国艦隊の、プレベザ上陸を妨害する役を与えられ、これに成功した。9月28日のプレベザの海戦では、トゥルグット・レイースと共に、ワイジのオスマン艦隊の後方に陣取り、 オスマン帝国の勝利に大きく貢献した。その後も村とレイースはトゥルグット・レイースに従い続けたが、後にインド洋艦隊の指揮官に任命され地中海を離れた。1570年、オスマン帝国はベネツィア領域プロスの征服に乗り出した。このオスマン・ベネツィア戦争中、村とレイースは25隻のガレー船団を率いて、クレタ島、ロドス島、 キプロス島を結ぶ海域を支配し、キプロス救援を試みるベネツィア艦隊の総統に当たった。1571年、最後の要塞ハマグスタが降伏し、オスマン帝国はキプロス島を征服した。1585年、ムラトレイースは初めてバルバリア海賊を率いて大西洋に進出し、スペイン領カナリア諸島のいくつかの島を征服し、ランサローテ島の長官を捉えた。 後にこの長官には身代金が支払われ釈放された。その後、村とレイースはエジプトとアナトリアを結ぶ航路を保護する任務に就いた。この交易路はオスマン帝国に莫大な富をもたらしていたが、頻繁にベネツィアやフランス、マルタ騎士団の襲撃を受けていた。1609年、キプロス島沖にフランスマルタ騎士団の連合艦隊が出現した。 これは10隻のガレー船と、レッドインフェルノと恐れられた大砲を90門も、装備した巨大なガレオン船、ガレオナロッサなどで構成されており、フレシネという名の騎士が指揮していた。これを聞いた村とレイースは、迎撃に向かい、近距離及び遠距離からの砲撃を使い分けて、敵艦隊を破り、ガレオナロッサ、ガレー船10隻のうち6隻、500人の敵兵、 160門の大砲と2000丁のマスケット銃を獲得した。この戦いで村とレイイスも大怪我を負い死去したとされるが、1638年のブロラ、包囲に参加してその戦中に没死したとするものもある。トルコ海軍の潜水艦には村とレイイスの名を冠したものが複数存在する。現在アルジェの一部となっているアルジェリアの都市には、ムーラド・ライイスの名が付けられたものがあり。 これは一時オスマン帝国のアルジェリア州の州都となっていた。スペイン黄金世紀のミゲルデセルバンテスやロペデベガラの文学作品には、ムラトレイスがモラトアンラーエースの名で言及されている。ありがとうございます。